よーし、読み勝った。いや、いいね。やっぱこういうサバイバーの本来やりたかった戦術を裏からバチッとつけた時のこのスポーン選択のこの爽快感やばいね。はい、偽証います。はい、どうもこんにちは、ピアソンです。今回はね、ランク戦遊んでいこうと思うんですけど、昨日ね、ランク戦出禁になったんですけど、無事、丸戦2回やったらね、すぐ品性値戻ってランク戦復帰することができましたということで、復帰、したてということでやっていきますかね。さあ、そして今回バッチリ読み勝って義士から追っていくことができそう。永民町あそこのね場所にね、大体追われたくないサバイバーいるから、この脇本当にハンターおすすめです。さあ、ロボット壊した。あー、これ最強ムーブ入った。ロボットを追いながらね、石像で追いながらで操作して避けようもんなら、本体の距離が追いつく。これ義士に対する最強のこれガラタイの追い方。さあ、追っていきましょう。あ、結構割れた。でかいいね。石像1個で自動的に、石像ってねバウンド2回してくるんで、1個で、ロボット破壊までは やれる。さあ、惜しい。縦横を決めたかったな。さあ、そっちが入っていく。うん、ここは一発入りそう。 OK、 いいね。ここ 0.5 プラス通常攻撃入っちゃったら、これもうあと鬼没温存してやれたら、もうこれ最高の衝動だね。で、あとはロボ盾をどうさせないか、もうそれに尽きる。さあ、板の間を通ってくるか。さあ、板出しながら、あー、通らない。偉い。まあ偉いけど、もうこれね、これそこね、死の道ですよ。これ死の道って呼んでるんですけど、これガラティア、OK。ガラティア相手にこの道通ったらね、100% ダウンします、これ。さあ、これね、祭祀墓でいっか。うん、墓釣ろう。墓釣っといて、ちょっと祭祀からね、あの裏つかれない場所に釣るわ。やっぱあそこの位置だったら、もうワープ2個分使ってとかっていう感じにされてね、めちゃめちゃ伸ばされる可能性あるんで。さあ、入ってこない。もう全然出さないから、 OK。 いいよ。いや、でも重いな。復帰1戦目でこれプロ2人おるやん、これ。よくよく見たら重すぎる。さあ、これもせかした、せかしちゃって、石像を温存するわ。このターンでね、あんまり希望使いたくないんだよな。まだ粘着できるキャラクターコットいるんで、コットを来るまでは希望温存しておきたい。はいはいはい。あ、でかい。ただ板は倒してこない。これ絶対ロボットでかフロップなんかでしょ、これ。OK、 でかいいよ。読み勝っていく。で、これはロボット壊させてもらう。で、こっからですね。あー、来てますわ。ただ今回、骨董所いるんで、最強の人格持ってきました。翻弄ですね。持ち上げスピードアップ。これね、ガンガン持ち上げちゃう。さあ、間に合うかな？無理しょ。オッケー。強すぎる。あまりにも翻弄が強すぎる。もうこれね、本当にいい。もうフェンスいない試合でもこれ持ってきた方がいい。うん。骨董とかいるとき、まあ、炭鉱も、まあ、ギリ持ってきた方がいいかなと思う。本当に骨董、炭鉱、フェンス、そのうちの誰か一人でもいたら、もう翻弄は持ってくるの超いいね。しかもガラティアだったら、翻弄の、なんて言うんだろう。翻弄振る途中にあるやつ、階級癖かな、救助された後のサバイバーが赤く表示されるやつ、あれがね、なかなか強くて、やっぱそれでね、壁越しに石像ドンピシャで当てるとかできるんで、やっぱ本当にガラティアと翻弄相性がいいし、その途中のやつも相性がいい。さあ、見なりしない。これ飛んでいこうかな。これギリ間に合うんじゃない？あっ、早回復。いや、傭兵の治療 0.5 当てたから、リセットいったからなんか間に合うかなと思ったけど、さすがに間に合わんかったわ。まあこれね、ちょっと墓追いこっからするのめちゃめちゃ厳しいんで、傭兵のアイテムすり減らしながらって感じかな。大使はここで追ってもね、ダウン取るのちょうどってしんどいんで、距離感的に。っていうことは、アイテムのすり減らしがいのある骨董家は傭兵なんだけど、ちょっと骨董の場所は遠すぎるんで、追っていこう。で、大使がそこね、はいはいはい。さあ、乗り越えるか、なるほど。いや、この位置で出したら、なんかワンチャン警戒して乗り越えるかな、ないかなと思ったんですけど、おー、ブーナー、いいワープがあった。壊さなくてよかった。もうあと1個、2個。あるよ。あ、1個使った。はい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 。さあ、いいよ。もうどんどんここでね、膝でね、使ってほしい。もうじゃんじゃん使ってくれたら、もう全然それだけで、こっちの儲けも。おい、はいはいはい、当てていく。いいね、これ全然。これちょっと奇襲もね、狙いながらね。あ、さすがにダメ。さすがにダメか。オッケー、傭兵ダウン取って、で、まあ、最終真ん中救助で、骨董がもう一回回しだけど、これロボットが全然回しないから、多分相当サバイバーきついと思う。だってこれ新規残り2台、あ、違う、あれか、最終なりかけの SG があるか。から新規1台プラス、残り回復半分ぐらい、みたいな感じになってる。オッケー、でかっ。これ最終、これ救助これんくない？絶対無理でしょ。あー、ご利用すなと思ったら、そんな間にかけだったのか。はいはい、あー、そうか、骨董か。オッケー、でもこれ、骨董救助なら回復遅くないぞ。もうじゃんじゃん殴っていこう。コット相手にね、いつまで粘っちゃうと、もう確定救助、できちゃうんで、それをさせない殴り方をしていこう。さあ、膝で使った。まだあったのか、そっか。これでも、もうこれでないよね。あ、そうか、そこの板、使ってなかったっけ。まあまあまあ、傭兵、順当にこれも、膝手も何もないし、追っていってトンネルして、やっていけば、これなんとか、勝てるんじゃないか。やっぱね、復帰したてということで、景気よく勝っていきたいですね。で、そろそろ、その、ランク戦の状況、ガラティア魔女、S バッチ取れそうなのか問題なんですけど、そろそろですね、ガラティアが魔女の認知で、追いつきそうになってきたね。うん、おかしいな、なんか、
うん、魔女なんかも1ヶ月ぐらい前からなんかずっと A 圏内でなんか残り1000ポイントとか言ってたんですけど、なんかねガーティアが認知ゼロだったはずなのにもうなんか9000ぐらいになってくるんで、いよいよ魔女抜かれそう。OK いいよ。さあここ負傷してるコット寄せサバイバーこれきついんじゃない。さあ出していきながら、あー強いそのフラフォーも確定席と避けられちゃった。まあでもここでフラフォー使ってくれたんなら、まあそれはそれでよしとしよう。この裏から最初来てるから最終だけ警戒してねやっていこう。あ、あもう怖っ怖っ怖っ、危ない危ない、これワープの2深みしてたね今、危ないよ引っかかないよ。ただこれ 0.5 割ってたらこれもうナイスオッケー。さあ最終ダウン取って、あ救助間に合うな、あ強すぎる。これ救助確定だからな。オッケー、まあダウン取っちゃってで石像ワンペア帰ってきてるからちょっと強欲にワンダメージだけ狙っといて、オッケーオッケー、もう最高で釣り替えていこうか。で墓をね祭司はちょろっと回したけど、真ん中回しきった後の祭司が歩いて墓の真ん中の中まで行って、でもう一回救助に来てるから多分2割とか3割ぐらいしか回ってないんじゃないかな。さあもう肘当てもないからこれ遠距離救助も気にする必要ないから、もうここで持ち上げて消し替えの時間とちょっとね使いづらい位置に置いとけばもう大丈夫でしょこれで。さっきのねおまけの 0.5 当ててるから、アイル入れる、あそこそこ出しづらいんよね、細い道あれ真ん中のやつ出てなくても適当にピッて出したら出るんかな。そこら辺の仕様がちょっとあんまり曖昧ですけど、さあ骨董のことも警戒しながらね、でまだ来る気配はない。さあ使い、オッケーオッケー、棒使ってくれな。まだ粘着フルコンボでは全然やってないかな、半分弱ぐらいはありそうだな。さあただここでもうこれ飛ばしきれるからな、これもうすぐ持ち上げちゃう。さあ使ってくるか、棒使ってこない、これ殴れるんじゃない、あ欲しい、あやばい、これ空振ったらやばい、死ぬ、危ねえ危ねえ危ねえ、空振ったらねこっち相手も終わりだからな。でこれさっきフラを使わせてるから殴っていこう。 OK さあダウン取って、あいいんじゃないですかこのペースだったら、なんとか通電はさせずに終わらせることができそうで、これで傭兵が飛び、でコットは消し替え入ってるから、あとは向こう側で通知鳴らしてた祭司を追いに行くだけ。よーし OK 出生したて一戦目、これ勝てます。いない、反対側行った、あ行ってるわ、あれか向こう側の方行ってるわ。さあうーん、あーっとお越しくれたということで、もう一度遊んでいこうと思います。さあ2戦目遊んでいこうと思います、軍需工場ですね。さあということで追っていきますか。いやー今回ここ強ポジであるこのね工場内骨董所分けなんですけど、追っていきましょう。いいね、いやーでかいよ、そこ板倒しもして、しかも大体あでかい、でかいでかいでかい、それ当たると思わなかった、牽制用の距離詰め、あしかもなめっちゃ詰まってる、これ絶対2回バウンドしたでしょこれ。あーでも左右強い、いいね。やっぱねこのやっぱ初手工場を終えるのねめっちゃいいんだよな、工場分け本当にね皆さんおすすめしないですよサバイバーの皆さん。めっちゃチェイス入るの早いから、距離詰めなしで最初から強いポジション使っちゃうから厳しいと思う。さあ棒2個使った、であとこれ残ってるのこれしかない、オッケーいいね、残ってる棒のね方向に障害物がないように動いていけばこれ絶対ダウン取れる。これおえ なんか傭兵、え俺傭兵いつやったこれ、なんか 0.5 入ってる、何なんかやっちゃいました僕、あれか近くでなんか信用してるから一旦ちょっと離れるかって様子見でちょっと出た瞬間にバウンドしてきた直後にやられちゃったパターンか。さあそしてこのダメ押しの力、このね初動の速さはさすがに見捨てはきついよサバイバー、だからまあどっからかしら救助来るしかないとは思うけど、まあ、でワンチャン見捨てしてもなんとか後半頑張るかっていう可能性もなくはないけど、あーやっぱ来るよね。さあ救助来ている、さあただ 0.5 食らってる、これ傭兵きついんじゃない、で牽制した、あーもう入った、これちょっと狙ってみようかな、うんせっかくだし、せっかくなんで、あっこれ枯れる、オッケー、あーでかいね、いいね、まあ、石像相当余ってたからまあ無難にね DD 狙うよりも普通にダウン取ってよかったな。これちょっと欲張った回ありましたね、もう普段もドアンテナウーブしか僕しないんですけど、ちょっと今回攻めて見たら、いやこれちょっと攻めるの癖になりそうだな、絶対乗り越える、えあーさすがに当たるよね今の乗り越えで、 0.5 当たんないのかと思った、まあまあいいや、ここで 0.5 入ってるんでちょっと2スタンは溜まってしまってるんですけど、はい避ける、 OK いいね、でもう左右なんか確定してるし、いやーこれ殴らせてくれ、あー強い強いけどこれダウンは取れるでしょ、これフラフラだからな、はいダメ攻撃 OK、 あしかも高速消し、これそうだな、もう骨董飛び角だから呪術師から先に地下に釣って、これでその骨董釣ってる隙をついて救助っていうのを傭兵はこれ狙ってるんで、こういったんこれで呪術師下ろします、下ろしといてで確定救助させない、まんまと釣られたな、まあさすがにもうでももう諦め、まあ、近い状況ではあるからなこれ、もうよし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 、でこれを安心して釣ってで傭兵がダウンするの待ってからね、ここから釣っていく、よしもうこれもう最強ムーブだなこれ、
もう全てがなんか噛み合ったというか、なんか俺の意図しないとこで噛み合ってた感はまあありましたけども、まあまあまあよしとしましょう。向こうが上がっちゃったんで、まあ4釣り狙っていきますか。使用期間中だしね。さあこっち側、そこ頭見えたな、まあ、ここら辺で下ろしていきますか。はい、さあバレてますよそれ。まあただもう酒も加速ももう何でもありだからこれ。さあ酒、でもそれ酒飲んだら無理じゃない。オッケー、でか、加速の酒から飲まなかった。ちょっとそれモーション中に厳しそうだったね。はい、まあということでもう終わってしまったはい、ということで、今日もご視聴ありがとうございました。バイバーイ。